今大会最後のトラック競技となりました。男子成年の部 800m 競走決勝です。こちらに向かいます選手をご紹介いたします。第3レーン294番中条くん、城西大学前橋育英高校出身の選手。第4レーン1991番安藤くん、明治大学前橋高校出身の選手。第5レーンを分けまして第6レーン5189番中澤くん、群馬大学桐生高校出身の選手。第7レーン1897番加藤くん、大東文化大学桐生高校出身の選手。さあ以上4名によりまして男子成年の部 800m 競走決勝です。大山、さあブレイクラインを超えまして群馬大学の中澤くんが先頭、そして城西大学の中条くんがそれにピタリとつきます。この4名は高校時代でも戦友でしょうか。さあ群馬大学の中澤君を先頭に 400m、 400m の通過は54秒、これになりまして残り1周です。さあ群馬大学中澤君、そして城西大学中条君の勝負になったでしょうか。ここで城西大学中条くんが前に出ます。そして3番手から2番手明治大学安藤くんが行きます。そして大東文化大学加藤くんも追いかけます。さあ中条くん少し引き離したでしょうか。残り 100m、 城西大学中条くんスパートを仕掛けまして見事なスパートで逃げ切りました。城西大学中条くんが優勝です。